スペンスは、アメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻。艦名は、スループオンタリオ及び米英戦争で打破し、アメリカ海軍籍に編入した六等艦サイアンの指揮を取ったロバート T ・スペンスにちなむ。スペンスは、メイン州バスのバス鉄工諸社で1942年5月18日に寄港し、10月27日に、エーベン・ランド・プジンによって浸水。 艦長、H.J.R. アームストロング少佐の指揮のもと1943年1月8日に就役する。就役後、スペースは2月8日から28日まで、グアンタナモアンで完熟訓練を行い、4月まで大西洋とカリブ海を呼び、大西洋とカサブランカ間の護衛任務を行った後、西海岸に開港され、7月25日にサンフランシスコを出港して、 太平洋戦線に向かった。8月25日、スペンスは空母プリンストン及びベロウッドを中心とする第11.2任務軍を護衛し、ベーカー島攻略作戦を支援した。9月13日に作戦終了後はエファテ島に向かい、9月18日にポートハバンナに帰島した。その後スペンスは第23駆逐艦船体霊下の 第46駆逐艦隊に編入され、9月22日に、つらぎ島に向けて出港。ソロモン諸島の戦いの後半戦に参加し、9月28日に、コロンバンガラ島に残る日本軍に対する総統戦と、コロンバンガラ島とベララベラ島間の紹介に当たった。10月1日から2日にかけての深夜、スペンスは、ベララベラ島近海で、 物資輸送に当たっていた日本軍の橋家軍を発見して攻撃し、20隻ばかりを打ち沈めたと報じた。10月の残り期間は、前半は、ツラギ島、パービス湾を中心とする商会と護衛に任じ、月の最後には、トレジャリー諸島攻略作戦の支援を行った。10月23日、アーレバーク大佐が司令として、第23駆逐艦船隊に着任し、 以降の戦いで、リトルビーバーと呼称された部隊を率いることとなった。11月1日、スペンスは、ブーゲンビル島の戦いの支援で、ブーゲンビル島、タロキナミサキ及びショートランド諸島に対する砲撃を行った。翌11月2日、未明、アーロン・エス・メリル少将率いる、第39任務部隊は、エンプレス・オーガスタ湾を紹介中、2隻の従順洋艦。 二隻の軽巡洋艦及び少なくとも六隻の駆逐艦を有する日本艦隊の動きを傍受し、スペンスのレーダースクリーンにも二時三十一分二十六キロの距離にある日本艦隊とおぼしき目標を探知した。第三十九任務部隊と大森仙太郎少将率いる日本艦隊との間で繰り広げられたブーゲンウィル島を機械船において、スペンスは第四十六駆逐艦隊司令。 バーナード・エル・オースティン中佐に引きられて南側から日本艦隊に迫ろうとしたが指揮がつたなく、サッチャーと衝突した挙句、推薦下に命中弾をこむった者の戦闘を継続した。やがて目標を発見し、3000ヤードの距離から来撃を行って目標から黒煙が上がるのを認めた。バーク大佐ジ下卒の第45駆逐艦,艦隊との接触の後、 4000ヤードの距離に発見した新たな目標に対して砲撃を行い、一隻の目標が火災を発しながら沈みつつあった。スペンスは弾薬不足により戦場を離れたが、この目標、駆逐艦初風は第45駆逐艦隊の攻撃により沈没し、先に交戦した軽巡洋艦川内も沈没していった。 夜が明けると70機から80機ばかりの日本機が空襲を仕掛け、メリル少将の機関である軽巡洋艦、モントピリアに2発の命中弾を与えたものの20機以上を失った。海戦は日本艦隊の退却で終わった。スペースは11月3日にパービス湾に帰島し、翌11月4日には、クラワンに向かう軽巡洋艦ナッシュビルの護衛として出撃する。 11月5日にトレジャリー諸島の北西海域に達したとき、ナッシュビルとスペンスは日本機の空襲にあったものの、スペンスの無限の資金75ヤードに落下した一発を含む3発の爆弾は命中しなかった。続く3週間、スペンスはクラワンとパービスワンの間の紹介に任じていた。この頃、長方により日本軍は浮島から 航空要員などを撤収させようとする動きが察知された。11月24日、無線連絡で、ニュージョージア島とアルンデル島の間にある白地で燃料補給中の第23駆逐艦船隊に東京急行を脱線させる命令が下った。しかし、第23駆逐艦船隊は全艦の給油が終わっておらず、スペースを含む燃料満載の艦のみの出動となった。 リトルビーバー第23駆逐艦船隊は、ブッカ島とラバウル間の海域を紹介し、11月25日1時42分に、セントジョージ・岬沖で、スペースのレーダーは22000ヤードの距離に目標を探知した。2つの駆逐艦隊は2つの目標に対して、魚雷を発射し、命中を記録。まもなく新しい3つの別の目標が探知され、バーク大佐の 第45駆逐艦隊がこれに襲いかかり、スペースとコンバースは残敵相当に移った。最初の攻撃では、駆逐艦大波を瞬時に爆沈して巻き波も集中砲火を浴びて2時53分に沈没。続く攻撃では、第45駆逐艦隊が駆逐艦夕霧を撃沈した。一連の海戦、セントジョージ・岬沖海戦は、アメリカ側の干渉に終わった。 第23駆逐艦船隊は感謝祭の日にパービス湾に帰島した。帰島港は1944年1月までパービス湾外の紹介に当たった。1944年2月5日、スペンスは、ブッカ島南東のハヘラプランテーションへの艦砲射撃を実施。翌2月6日には、グリーン諸島近海に進出して、日本軍の輸送和式を撃沈した。 2月9日から10日にかけての夜には、ブーゲンビル島のティアラカとテオパシノに対して砲撃を行い、ブーゲンビル島に展開する味方陸上部隊の支援を行った。2月18日には、カビエンとセントジョージ岬に対して艦砲射撃を行った後トラック諸島間の日本側の交通路を断つためカビエン北方海域に展開し、2月22日には、コンウェイと共に、 セン長裏を発見して、砲撃により撃沈した。3月に入り、スペンスは、第39任務部隊と共に、エミラウ島の無血占領を支援し、支援終了後の3月27日には、パービス湾を出て、パラオ、ヤップ島、ウルシー干渉及び、ウォレアイ干渉を含むカロリン諸島への攻撃を行う、第58任務部隊に合流する。 4月13日から25日の間も、ホーランジアの戦いの一環で、タ田ラワンとフルボントンに上陸する、味方部隊の支援を行う、第58任務部隊の護衛に従事し、4月29日と30日に、トラック諸島を攻撃した後5月4日に、マジュロに帰島し、6月5日まで停泊した。スペンスは、第58.4任務に編入され、6月6日に、 マリアナ諸島へ打撃を与えるべく出撃。任務軍は6月16日に伊王島を攻撃した後南下し、6月19日から20日にかけてのマリアナ沖海戦では、いわゆるマリアナ沖の斜面取り打ちに加わった。6月23日から24日にかけて任務軍の航空機はサイパン島、グアム及びロタ島の陸上施設を爆撃し、これにこうして、 スペースも6月26日から艦砲射撃を行って、翌6月27日には2隻のサンパンを撃沈した。7月に入ってエニウェト区間賞に下がったスペースは、ついで8月4日に出港して、新珠湾経由8月18日にサンフランシスコに到着して9月中はオーバーホールに当てられた。オーバーホールが終わって10月5日に出港し、 真珠湾とマーシャル諸島を経由して10月31日にエニウェトク干渉に到着。第38任務部隊指揮下の第38.1任務軍への合流を命じられ、11月上旬にウルシーに到着した。第38.1任務軍に合流後の11月中から12月上旬にかけては一貫してフィリピンの戦いの支援に当たった。12月10日、 第38任務部隊は、ミンドロ島の戦いの支援のためウルシーを出撃。12月17日にスペンスは著しく消費した燃料の補給のために、ウィリアム・ハルゼー大将の第3艦隊機関であった戦艦ニュージャージーに接近するが、任務部隊が巨大なコブラ台風に入りつつあった時期、スペンスの戦隊は大きくローリングして何度かニュージャージーと衝突しそうになり、補給は失敗した。 ハルゼ税大将はスペンスを給油管に向かわせるよう指示を出したが、風雨はますます強さを増しており、給油管からの補給も成功しなかった。12月18日午前、スペンスの空タンクにバラスト大洋の海水が1万5000ガロン注入されたが、同様は収まらず10時50分に海水が機械室に流れ込んで管のすべての電力が失われた。スペンスは、 左舷側に大きく傾いた末、11時30分、ゴロに横転し船体が2つに割れて沈没した。スペンスの乗組員は24名のみが生き残った。ハルト、モナハンもコブラ台風で沈没した。スペンスは1945年1月19日に除籍された。スペンスは第二次世界大戦の先行で8個の従軍聖賞を受賞した。 スペース沈没事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。